も専務です。どうも農場長です。 SN ファーマーズです。農家の皆さん、トラクターや農業機械の運搬ってどうされてますか？ナンバープレートがついてるトラクターは問題なく道路走って移動できると思うんですけど、ナンバープレートがついていないコンバインなんかは結構考えるところがあるんじゃないですかね。そうですね。なんで今回はうちの農業機械の運搬方法、あとねトラクターなんかもたまに積み込んで移動させたりするんで、運搬機械の紹介をしていきたいと思います。はい、じゃあまず一つ目の方法なんですけど、トラクターの後ろにこういったトレーラーをつけてます。トレーラーに機械を積み込んで運搬します。この運搬方法ちょっと今からやっていきたいと思います。じゃあ農場長お願いします。おーい、じゃあまずはね後ろの歩み下ろしていきます。ロックピン抜いて倒すだけですね。簡単ですね。反対側も同じように前の方に来て、油圧器のロックを作業にして、ここにあるロックを外して、最後にここのレバーを下げます。そうするとこのように自重で下がっていきますので、油圧で。これでセット完了になります。はい、ありがとうございます。で積み終わったら、さっきと逆の手順で煽りを戻します。で前の方に来てシリンダーの作業機を締めるにします。最後にロックをして走行準備完了です。いかがですか？あの、ね、トレーラーを使って運搬するときは、畑の中や細い農道など小回りが利く運転が必要な時にこのトレーラーに組み込んで持っていきます。次の方法を紹介していきます。はい、はい、じゃあもう一つの方法を紹介していきます。もう一つは後ろの方に見えているこちらの大型ユニックで運搬していきます。でこちらのユニックを使う時なんですけど、畑と畑の距離が遠くて運搬に時間がかかる時や、道路が広くて大きい車両でも入っていけるような時にこのユニックを使って運搬していきます。で先ほどのトレーラーと違って、こちら普通の自動車になりますので、法定速度で走っていけるので運搬の時間を短縮することができます。こちらのユニックの特徴としましては、定常4軸の2デフ10トン積みの大型車両になってます。最大の特徴なんですけども、今まではこちらに見えてるこういった形の歩みを使っていたんですけども、今はこういった形の自動歩みを改造して取り付けています。じゃあね、早速積み込みの方やってみたいと思います。はい、農場長お願いします。了解です。ひょろいのがね、これ2つ計120キロ、これね後ろに設置するの結構大変なんですよ。こういう風に全部自動で動くからやりやすいよね。めっちゃね、うん、やっぱりね農作業って畑の中でもロータリーとかって時間かかるじゃないですか。やっぱり移動を短縮できることによって作業効率上がりますよね。そうですね、うん、なんでねこういう風に移動が大変な時は大型のトラックで運搬していきます。今回紹介した大型トラックとトレーラーなんですけども、これはあくまでうちの運搬方法になりますんで、農家の皆さんね、もしこのチャンネルを見ていたら自分たちはこうやって運搬してるよとかコメントいただけると嬉しいです。お
願いします。お願いします。じゃあね、今回の動画はこれで以上になります。はい、この動画が良ければチャンネル登録、あと高評価、こちらの方もぜひよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。バイバーイ。